ジェネレーションギャップを痛感、ショックを受けた出来事を教えてください。そうですね。バイト先とかで、私より若い、最近生まれたようなばっかの子。いや、それは言い過ぎですけど、もう時代がちょっと違うぐらいの若い子が入ってきたりして、その時に、セーラームーンとかを知らない子がいて、あ、でもプリキュアは知ってたんですけどね、知らない子いるんだなーって思って、なんかちょっと自分の不参感を感じて、ショックを受けました。あ、知らないのかー。テレビコマーシャルで、デリケートゾーンが、かゆいと言っていました。かゆいのですか？デリケートゾーンが、基本的に、いつもかゆいわけでは、ない、です。私の場合は。わかんない。いつもかゆい人もいるのかな？それだったらね、結構大変です。私的にはいつもかゆいわけではなくて、でもたまに本当にそういうことがあるんですよ。ガンジダとか、ちょっとそういうかゆい女性の特有の病気になっちゃうとかも、夏場とかはね、一度だけ経験したことあるんですけど、まあもちろんあれはかゆいですよ。すごくかゆいです。ですけど、どういう時にかゆくなるかな？多分ですけど、織物が、多い時期とか、多く出る時期とかあるんですよ。そういう時に痒くなる人が多いんじゃないかなって思うんですけど、私もね、原因は分かってないですけど、僕たまにぐらいですよ。1年に1回あるかないかに、あるかな ?1 回ぐらいは。でも、そういう時期は、どんな状態になってるかというと、多分ですね、織物が多くて、なんか中がちょっとぬるぬるして、常にしちゃうことが多分多いと思います。あとは、胃がちょっと乾燥してたりとかもかゆいかなと思うんですけど、実際にね、でも、そうなった時は、本当に我慢できない時は、トイレに駆け込んで、ティッシュ、かくじゃないけど、こう、抑えて、ちょっと、かゆみを抑えるように、ちょっと書くように、ちょっと、激しめに書くみたいな、ことはします。外とかでもこんな場所書いてたらもう見られまくりますから、なんか、もうトイレに書き込みますね、とにか